健康トレーナーの田原さんに今回参考出品のですね三脚を紹介していただきたいと思います。田原さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回ご紹介しますのはエアリーカーボン5段というあの試作品なんですけども、はい、こちらですねまずパイプのあの仕上げを従来タイプと、まあ、今売ってるの4段タイプ売ってるんですけど、はいはいはい、従来タイプと変えまして、うん、あの新規パイプを使うことでこの表面に色加工ができるようになったというのが違いですね。確かに今までなかったですね。はい、あのよくあのなんていうの杖とかで使ってるような、そういうような加工のやり方でこういうところ入れてます。はい、であとですねあのこのエアリーというシリーズなんですけども、このロックが独特でして、はいはい、あの開脚ストッパーのよくあるタイプはこれ押しながらこう引き上げないと動かないんですけど、これはあのハライチさんという人が考えてハライチロックシステムというんですけど、はい、これを押し下げると先っぽを持って軽い力で、あもうすぐに曲がるんですね。はいはい、あの押しながら開けなくていいというところが大きな違いですね。だからこの青いところをこう押して上げる、押して上げるということで、これで簡単にコンパクトに畳まりますよ。前のタイプと比べるとだいぶコンパクトなんですかね。はい、あの4段タイプと比較するとこのようにコンパクトになります。あだいぶ小さいですね。はいはい、あとねトラベル型タイプの三脚でよくあるのは要しても横に広がっちゃうんですけど、はこだわりここなんですね。ペットボトルと同じ直径にするということをやっています。それからこれなんか、はい、ユニークなものがあのこれアメリカ仕様はもうこのまま売るんですけど、日本仕様まだ未定なんですけど、ライトがここにつきます。ライトですか。はい、であのこんなところにライトつけてどうするんだってことかもしれないんですけども、実はこのライトエレベーターの先端部なんで外して照らすことができます。あ実際撮影現場で、ね、はい、邪魔にならないということですね。はい、だから持ち運ぶときは邪魔にならずに、もちろんこのまま照らしてもいいんですけど外して、はい、あのライトとして使うことができるということを考えています。はい、でまあ実用の高さも5段式ですから短いんですけども、伸ばすときは十分な高さですね。でこうやって三脚をまっすぐ持って一度にこう伸びると、スムーズにこう伸びる、はい、スムーズに伸びますね。はい、でこうして広げてやるとどうでしょう。あ結構高い、はい、高さ十分にセットできますね。はい、あと雲台も高精度な機械加工をした雲台でアルカスイス互換のクイックシューがついてますので、カメラの取り付けもかなりしっかりしています。まあ、こういったわけであの5段タイプをまあこれからあの発売しようかなということで予定しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。田原さん、そしてなんか新しいフィルターが出たということで、新しい角型フィルターなんですか、これは。はい、特徴をちょっと説明していただけますか。はい、コッキンの新シリーズでニュアンスシリーズという名前のものです。はいはい、発売まだこれからなんですけども、全面 ND とハーフ ND があるんですけども、はい、特に今回はハーフ ND を、はい、あのプッシュしてます。はい、でその心はどんなところなんでしょうか。はい、あの従来コッキンというとあのプラスチックのハーフ、はい、プラスチックのハーフ ND が有名でしたけども、今回グラスにしました。一つはあの色精度がいいということですね。でもう一つはあの傷がつきにくいというところで、プラスチックよりもガラスの方が優れているところがあるんですけども、あの問題はですね、ガラスでハーフ ND にするとグラデーションが出にくい、あるいはグラデーション部分が反射しやすいという問題があるんです。でまあ、他社が先行何社かしてましたけども、私どもは1年間かけてそこの点をクリアにして今回夏に製品化します。これ具体的にガラスの商材が新しいものということなんでしょうか。あのコーティングの仕方がですねちょっと言えないんですけども、特殊なやり方をしています。はい、具体的に言うと反射が少なくなってるっていうのがやっぱり一番特徴として挙げられますか。はい、あのグラデーション部分で変な反射が起こるという現象があるんですけども、それをあのなくしたようです。100で取れた。